あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで早速なんかおじさんがこっちをすごく見てる。どうやら最近はこの街の発展ぶりに魔物どもも焦り始めてるみてえだな。竜王が世界を牛耳って数百年、人間が巻き返しを図るチャンスかもしれん。あゆなよ、もうそろそろこのメルキドにかかった空の闇を晴らすために、メルキドを支配する魔物のお枝を倒す準備を進めてもいい頃かもしれねえぞ。お、いよいよ物語がクライマックスに。実はな、わしが先祖から伝え聞いた神鉄炉と金床なる究極の炉がある。その炉があれば鋼を加工し強力な武器や防具が作れるはずなのだ。お前さんにその製法を教えるぜ。まずは実際に作り出してわしに見せてくれ。お、またなんか作るの？神鉄炉と金床をひらめいた。硬い金属でも加工できる高温の炉。なるほど。それは一体どういう風にして。神鉄炉と金床。どこ？下の方かな？あ、これや。炉と金床と鉄のインゴット。鉄のインゴットね。炉と金床、あれを一回壊さんといかんってことか。なるほど。ここじゃない。ここはお食事処というかレストランですが、あっちだよ。へい。鉄のインゴットを、作って、鉄のインゴットを5個作った。んで、作り終わったらこれを壊すと。お、石とろの本格工房が石の本格工房になった。で、ここで、さっきの、下から行った方が、下から行けなかった。行けないんだな。んで、神鉄炉と金床。神だって、すごくね。へい、カン、カン、カン。神鉄炉と金床を1個作った。おーし、で、これを、そこに。おー、もう来たわ。めっちゃハゲ頭。これをここにドンと。石の本格工房が石とろの本格工房になった。そこは変わらんのやね。へい、作り終わったよ。パチパチ、ちょっと感動薄いって。出ていくの早いって。うおー、あゆな。ついに神鉄炉を完成させてくれたんだな。こいつなら鋼を加工できる。これでより強い武器や防具が作れるぜ。強い武器か。お前さん、大切れずの里の奥にある壊れた城塞にいたことがあるんだってな。あ、行った。なんかいろんなもんあったよ。聞くところでは、わしの祖先の一人も、あの城塞の中で暮らしていたらしくてな。なんでもあの城塞の中では、人間同士が争いを繰り広げていたらしい。お互いがお互いを信じられなくなり、やがては自分たちが作った武器を取り合って。そんな人間を見て、メルキドの守り神だったゴーレムはどう思っただろうね。どう思っただろうな。話し方違う。ひょっとすると、そのあたりにメルキドの守り神だったはずのゴーレムが、メルキドを滅ぼした理由があるのかもしれん。人間に愛想を尽かしたというやつだね。とにかく、ご苦労だったな、あゆな。強い武器や防具を作って、このメルキドから魔物たちを追い出してくれ。そんなことができるんだろうか。クエストコンプリートを石炭を5個もらった。なるほど。んで？あと、私を必要としている人は、あそこに。ん？なんか外で誰かが燃やされてる。お、出てくる？来ないのかい。あ、来る。あ、来なかった。ちょっと。よいしょ。どこ？お、料理してんだね。はい。いや、ちょっとどこ行くの？ったく、神鉄炉なんてとんでもねえもん作りやがって。あゆな、俺は何度も忠告したぜ。余計なことをすると魔物に目をつけられるって。魔物だけならまだいい。人間が力をつけすぎると、あの化け物が。とはいえ、もう手遅れか。なあ、あゆな、一つ俺の頼みを聞いてくれねえか。ここに、俺が書いた遠くまで見渡せる見張り台の設計図がある。この見張り台を設計図通りに作ってほしいんだ。今のお前なら簡単だろ。早く準備しねえと、手遅れになる。頼んだぜ。見張り台を手に入れた。
というか、なんだかんだ言ってこうやってさ、協力してくれるんよね。ほんともうロッシは、ほんとロッシは、ツンデレだなぁ。ツンデレだなぁ。このあたりに作ろう。ちょうどこの旗を守る感じで。建物、設計図、見張り台、土つた、石の階段、かがり火。オッケー。んで、お、こういう感じね。すごいかっこいいじゃないか。ね、超かっこいいんだけど。いいね、いいね。持ち物。じゃなくて、土。あ、先に。待てよ、階段はどこだ？ちょ、君邪魔だよ。持ち物、階段。あ、この部分階段あったよね。これこれこれ。で、4ついるんやった。はい、これで。じゃあ、まずここに階段をポンと置いてからの、土。ちょ、待って。ちょ、待ってくれ。連続で置きたいわけではなく。は。ほい。はい。えい。ほい。ほい。まあどうせあれだ。多分きっと、私のこうやって作っていってる過程は、早送りにされてしまうのだろう。なんせ時間かかるから、私。あ。ちょいちょい。ちょいちょい。そんなんだから編集に手間がかかるとか言われるんだよ。へい。こう。あ、待って待って、方向ちげえわ。へいへい。みんなどうしてさ、あんなにさっさっさっさとできるの？よいしょ。上に行った。あ、ここ階段いるんだよね。んで、ここにも階段がいると。ほい。ウェイ。んで、下だよ、下。よいしょ。よいしょ。あ、飛び降りてしまった。てかみんなさ、まだ完成してない。え、何やってんのあれ。え、何やってんのあれ。殺されてるけど。ねえ、めっちゃ攻撃されてたよ。何事あれ。で、なんかここに踊り場みたいな部分があっての、あっての、ここだ。お、やられてるんじゃない？私の鉄罠にやられてるんじゃない？イエーイ。今上がってこようとしたでしょ。ん？やっつけた？みんな。よいしょ。よいしょ。んで、かがり火、かがり火どこだ？なんか上に炎が。これね。かがり火をここに、ドンと。へい。あ、そっか、ツタをつけなきゃいけないのか。ツタツタ。階段もあるけど、ツタでも登れるってことかな。どこだ？あ、これだ。ね、ツタ。え、取り出した？取り出してないじゃん。ツタを、4つ。4段だからね。で、これを、ポン。ポン。そして、ポン。え？切り刻んだけど。ちげえわ。超切り刻んだんだけど。えい。そして、はい。そして、ポンと。ここからの、へい。おっしゃ、いけたー。いかーん。設計図見張り台が完成した。は。できたよろしい。
ロッシー。あ、暗くなってきた。おお、ようやく見張り台ができたか。手抜かくさせて悪かったな、アユナ。いえいえ。ん？見張り台で物を監視してくれるのか、だと？ああ、そうだ。この前にあい、この町にあいつが来たら、すぐにここから逃げ出せるよんな。あいつって何？雪の辺に聞いただろ？メルキドは守り神だったゴーレムに滅ぼされたんだって。あ、やっぱりゴーレム。このメルキドで人間が栄えたら、必ずゴーレムが来て、すべてを破壊する。必ずなん、それ。俺はガキの頃からずーっとこの話を伝え聞いてきたんだ。あ、そういう伝説みたいなのが広がっとるってことか。アユナ、ロロンドが言ってたね。このメルキドを本当に解放するには、ここを支配する魔物の親玉を倒す必要があるって。間違いね。その魔物の親玉こそ、メルキドの守り神である巨大なゴーレムさ。もういつゴーレムが来てもおかしくね。俺たち人間じゃゴーレムには勝てねえぜ。アユナ、悪いことは言わねえ。お前もいつでも逃げられるように準備しておけよ。鉄のインゴット。でも心配してくれよるんやん。ロッシーだって優しいん、本当はね。パチ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 。はい、っていうことで、今回はこの辺で、見張り台を作りましたってことで終わっときたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかさ、そんな親玉クラスの魔物までさ、ここにおるだけでひょいひょい出てきてくれるんやね。